はいどうもファンネルです。アンチャーテッドコレクションエルドラドの秘宝を続きやっていきたいと思います。はい、というわけで、モーターボードに乗って先に進むところだったんですが、いますよね。ちょっと待ってね。うっつい、いたぞって声はもう一個聞こえたぞ。痛い痛い痛い、やったの。とりあえずこれで OK かな。行こうか、ちょっとゆっくり行こう。あんまり焦ってもいいことなんかないでしょ。右あの辺から出そうと思ったらワンツー、ここいそうだったのに。いるな。あ、いないいない。他には大丈夫？よいしょ。相変わらずターミネーターやってんな。よし、怖いな。出てくんでしょこれ。いた、よし。どっから声した今。いたいたいたい。大丈夫？これで鳥…え？なんか銃弾の音、鳥の声も。よせ。痛い痛い。待って、これはちょっと位置が悪いか。いったね。ちょっと待ってよ。いたね。よし、こん中に樽はない。大丈夫？声が、いたいたいた。 OK、 ヒット。ゆっくり進んでドンドン。あ、壊してなかった。何の声？撃たれたらあちらとこちら。あー、見えないとこから撃ってんのかなこれ。よし、やったな多分。さあ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 、そしたらこっち来てもいるよねやっぱり。あとはいたな今。あー、当たらんなここで。ちょっと飛び出して、何？何今のは？何が起こったの？おいしょおいしょ。一体何が起こったというのかね。よいしょ。こっちにいたけど、まあいいか。え、何だったんだろう。痛い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 。どっから、さっきのは銃弾でも当たったか。あ、これか。相手の何グレネード的な。痛い痛い痛い。そうか。待って、なんで今視点が急に変わった。囲まれてるよねこれ、普通に考えたら。とりあえずここは何もない。旋回します、旋回します。よし。お、何ヒント。あー、はいはいはい、これで開くと。開けた先にどうせいるでしょ。まだいないか。降りてから出るのやめてほしいよね。あなたには塔に登ってもらうわ。集荷場跡で会いましょう。 OK、 集荷場跡、左にグレネードがある。ちょっと待って、何。わ、だだだだだだ。 OK、 もう出し惜しみはしない。外す。
よし、もう一人来い。来ないか。いるか。そこにいるね多分。外して終わる。ちょっと待って、ハンドガンがここにあって、何、なんかすげえ撃ってきてんじゃない。 OK、 はいはい、まだ生きてるよね多分。出てこい。 OK、 これ上とかにアイテムありそうだな。と今んところ AK も弾あるし大丈夫だよね。じゃああっち行きますか。お、どうすかな、これはいいか。来た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 。よいしょ。 OK、えっ、リロード。どっから撃たれてる。左から撃たれてるな。お前の墓場だ。俺の墓場かい。まだで済むと思うなよ。今は行ってぞ。よし、痛いで済みはいいけどね。これで済んだでしょ。一応これに変えとくか。弾を補充できるか。お、いいね。これは AK ですね。 AK もいい感じで。あとは普通のピストルか。あ、 OKOK、 これでいいか。お、なんか扉が閉まってんな。から行こうかな。これ多分行けないんだよね。ここ上伝っていくのがこの感じだと。ああ、そうだな、そっちに行くにはそこを登って、だからこっちに行くにはここか。お、いいのあるじゃん。よし、よいしょ。おお、ヒントが出たよ。で、飛べ。よし、登って。ふっ。よし。お宝とかないよね。大丈夫だね。こっちに飛ぶ。そして、これ飛ぶでいいのかな。よし。いるね。あ、当たらない。オッケー。これ出てきちゃうかな。ちょっと隠れる。オッケー。あいつ絶対投げてくるでしょ。あ、投げてこなかった。なんかグレネードの弾投げてきそうなもんだったんだけどね今の。 いたいたいた。よし、ちょっと逃げて、ちょっと逃げて。いい武器持ってるやついるじゃん。オッケー、吹っ飛んだ。どっちから来るかな。ちょっと待って、隠れさせて。よいしょ。さて行くか。上か。OK、 見えない。リロード。こっちから顔を出して。よし、
しよ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 し、弾切れか。ショットガンにして近づくか。あ、AK 取ってきた。あ、ちょっと待って、怖い怖い。なんか今、おお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 。ちょっと待ってねー、 AK ねーか。使ってくかこれ。それともショットガンを持ち、あ、 AK あるじゃん。新しいおもちゃ、ミッキー。よし、いや、いっぱいいるな。よし、オッケー。じゃあ今度こそショットガンに持ち替えて、あ、それか、上にあいつ落としたんじゃない、あれ。これ落ち、やっぱり。ちょっと待って、よいしょ。あっちにいるのね。これは下手すると自爆の可能性も出てくるから。おお、なんか変な飛び方いた。で、あとは上から一撃をぶち込む必要もないか。だいぶやりましたね。グレネード、グレネードあと一個どっかにありそうなもんだけどね。この上とかにグレネードない。どうしよう。じゃああとは AK。 でも久々にショットガンでもいいよね。ショットガン、ショットガン、8発か。8発あればこれ AK。 まあまあまあ、なになになに、よし。何の部屋だよここ。リロード一回しとこうね。やつがいたぞ。ちょっ、危ないこれは上か、どこ行けばいいの。なんか怪しいなここ怪しげで、あ、上に行くのね。ちょっと待ってくださいね。手すりになってる？あ、なってない。あれ、どうすんだこれ。鎖がある。鎖？あ、これか。何？ああ、三角これでいいのか。登って、よいしょ、オッケー。危ない、危ねえよ。待って、登れないいや違う、遊んでる遊んでる。あっちに飛ぶにはここから、よいしょよいしょよいしょ。これ左見てたっぽいけど、こっちはなんかあるんか。いいね、よいしょ。無理でしょ、そっち飛べない。右から行くか。こっちね。これも鎖があって、ああ、そういうことか。次のか。
これを動かしてどうするっていうの。これこっちから飛べんのかな。あ、いけねえな。よいしょ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 。登ってここはいけんだよな。そ、ここいけるか。待って、登って。いった、よし。で鎖に向かってジャンプ、よいしょ、オッケー。あ、なんか人の人歩いてんな。意外、びっくりした。いい、びっくりした、ごめんなさいね、大声出して。外した。人影は見えてたんだ。人影は、人影は見えてて、まだいるよね上、多分。あ、ジップライン危ない。これどっか飛び降りたらお宝の方行けるとかない？大丈夫？ごめんなさい、ちょっといろいろ見させてくださいね。大丈夫そう。よし、ジップライン。ん？入れてよ。あ、そういうことか。ショットガンでぶち壊せばいいか。普通に開くんかな。あ、ごめんなさい、もったいない、もったいない。ショットガンで離れてろエレナ。オッケー、下がってろ。下がってろ言うの遅くね。なんとか港まで行ってボートがあることを祈ろう。チャプター10、黄金の行方。じゃあもうちょっと進んでからにしましょうね。お宝発見、時間はまだ少しあるん、少しあるというかね、ちょっとね早すぎるんでね、区切りにするには。AK があった。よし、これで。じゃあまだ敵出んでしょ、あれ怪しい。よし、こん中は見れないっぽいね。さあ入った。すっごい、昔の船の積み荷目録だ。まだ結構綺麗だぜ。お、なんか見つけましたか。見よ、これだ。エスペランザ号、出港地ペルーのキオ。金の延べ棒800本、銀1200、エメラルド、金のマスク、装飾品。あら、16世紀のスペイン語が読めるの。ただの墓泥棒じゃないってわけね。あったぞ、金の像、重量20アロバス、200キロ以上か。探していた像はこれだ。これか。そう、これだ。なんか気味が悪い。白紙、うん、あとは真っ白だ。誰かからのプレゼント。何が。ああ、この指輪か。そう、プレゼントだ。え、てっきり女性なら誰でもいいタイプかと思ってた。そんなんじゃない、これはフランシス教の指輪だ。代々先祖から伝わってる。シクパルビスマグナ、異形も小さな一歩から、彼のモットーだ。日付を見てみろ。1月29日、1596年。彼が亡くなったはずの日の翌日だ。待って、この数字は何なの。座標だ、なんとパナマ沖のね。ああ、それで棺の場所。ああ、その通り。フランシス教はこれを残して正確な墓の位置を知らせたんだ。それに気づくなんてさすがね。おだてても無駄だ。冒険は終わり、この島から脱出する。まあ、これはいただいて、エルドラドの旅も終了だ。はい、脱出になりますか。どうしよう、なんか微妙にキリがいいんで、じゃあ今回以上にしたいと思います。次回この続きからやりたいと思いますので、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またねー。